の皆様、お待たせいたしました。ウィスパーハウスです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は特別ゲストでキーボー卒業ということで、ジョーさんよろしくお願いします。じゃあそれでは休憩一発目いきますかね。盛り上がっていきましょう。聞いてみたいなと思うんで、じゃあ誰から行きますか。ちょっと喋って誰か。
会制の元部長の松井佐と申します。まずはじめに、卒業生、修了生皆様ご修了、ご卒業おめでとうございます。そしてあと今日運営をしてくださっている現役の皆さん、本当にマジで本当にありがとうございます。いやすごい今日、まあ、ドラムの音ですとかマイク、ギターアンプとかベアンプにマイクが入るとか新しい試みがあって、本当に尽力してもらってるって、まあ、すごいありがたい環境でライブやらせてもらってるなって本当に思ってます。感謝します。ありがとうございます。はい、あのそうですね、まあ、まあ、ミス・パラディスが、まあ、割とライブ頻繁に出させてもらってるんですけれども、まあいいや、ミスは、まあ、じゃあ話したいのは、もう本当お世話になった先輩方のもとで、まあそう、情報さんとか僕すごい仲良くさせてもらってましたし、まあ、山さんとかゆうさんとかも本当にいろんなとこで、仲良くしてくださったりだとか、もういろんな人本当に、はい、マジで、まあ、僕そんな本当に全然喋れないんですよ。そのあやめさんとかよくこういう場所で私コミュ障なんですって言ってるの本当に嘘ですからね。本当にあやめさんいろんな人と仲いいですからね。本当にコミュ力の塊じゃないですか。本当にいつも思うんですけど、そう、あ、そうあやめさんに触れてすごい思い出したんですけど、あの検温部っていうのがすごいですよね。その、まあ、卒業ライブ OB ライブでもないんですよ。まあ卒業ライブ、まあ一個の花のライブなんですけども、なんか OB の方々がっていうんですかね、なんかたくさん来てくださるじゃないですか。いやこういうのって他の部活であんまないと思ってるんですよ。やっぱりこの縦のつながりが、まあすごい、なんていうんですかね、大事っていうとなんかありきたりになっちゃうんですけれど、まあ僕しゃべるの下手で、中身ないのに長いな。あ、ありがとうございます。繋いでくれたということで、まあもうそうか、そうだね、繋いでくれてありがとう、まあ、はい、改めましてご終了おめでとうございます。最後まで楽しみましょう。じゃあ2曲目行きますか。ごめん、ちょっと普通だ、色ばっかしゃべりよりでちょっとあれだ、たまとったんですか。じゃあちょっと考えてやる、その間に考えてね。じゃあまた後で2人に聞きます。あっという間に終わってしまうよ、あっという間に終わってしまうよ、10代なんて
先輩がめっちゃ好きなので、まあ、去年卒業されて悲しかったなと思って、まあ、今でも会える時あるからいいかと思いながらも、今年もなんか来るときは来るんで、やっぱ6年間の思い出もあると思いますし、僕も先輩方と過ごした3年間の思い出、4年間の思い出もあるし、まあでもまたすぐ会えるんで、その時にいろいろ、いろいろまた聞かせて欲しいなって。やばいな。思ってます。今までありがとうございました。コードを忘れました。ごめんなさい。まあ、僕、次の次ぐらいのダンスクラブ真横でちょっと話すんで、ちょっと時間ないんで次行きます。次はコードを忘れません。じゃあ次の曲もちょっとジョーフさんのお手伝いをちょっとお借りするので、ジョーフさんお願いします。お願いします。じゃあ時間もしてるんで次の曲いきます。お願いします。
いつも MC とかやるとき考えてるんですけど、なんか今日はあえて何も考えずにちょっとその場の思いを伝えようかなと思って、はい、そういうの、博士課程とかの方は、まあ、知り合ったのも最近というか、まあ、ここ1、2年でやっと知り合って、でまたすぐお別れになってしまうんですけど博士課程とか行ってる方はこの世の中羽ばたいていってもどこでも活躍されてると思うんで、また OB 会なので戻ってきて活躍してるのを、お聞きしたいのでまた帰ってきてくださいそれと、修士2年の方と6回生の方は、僕らが三田原に1回生で入ってきた時に3回生で、各部活とかを引っ張ってくれたり、本当に、一人一人の卒業される方に対してなんか1個エピソードがあったりとか、思い入れのある先輩方たちなので本当に、まあ、寂しいですけど、またすぐ会えると信じてるんで、またこれからもよろしくお願いしますじゃあもう時間も知るんでラストいきます、お願いします。何かあったらいつでも待ってる、帰ってもいるとその言葉だけ頼りにしてた、思い上がりのするプラス、これを進めない、I'm not a man.
ありがとうございました。素晴らしいです。